こんにちは。今日なんですけども、私の興味本位になっちゃうんですが、Wi-Fi のですね、スピードテストをちょっとやってみようかと思います。で、今回スピードテストをする観点なんですけれども、3つパターン考えておりまして、1つ目は、今こちらなんですけれども、トヨタの車内 Wi-Fi の、それからもう1つは、こちらのカーチャージ Wi-Fi。で、最後に、携帯のテザリング。まあ、この3つで、スピードテストを少しやってみようかと思います。で、その発端っていうのは、結構最近、車内 Wi-Fi のつながりが非常に悪いということと、もう1つは、車はやはりこう移動するためのものになってますので、移動中のつながり具合がどうなのかということですね。それに興味がありまして、ご紹介をしていきたいと思います。この結果というのはあくまでも今止まっている状態での話になります、はい、実際そこで今度は動いた状態でテストをしてみたいと思います。左前方です、はい、それでは今一般道を出たところなので、この今走っている状態の中でのテストをしてみたいと思います。 16.9 と8だったと思います。で、今走っている状態でトヨタの車内 Wi-Fi はぐらいの速度を持っているのかということですね。斜めがビットぐらいのところで止まったような気がしたんですけども、やはり車内 Wi-Fi ということを考えたら、移動しているときにそこそこ速度としては速くなきゃいけないというところがあると思います。今これ 7.8 って出たの、さっき 16.9 だったんですけど、だいぶ速度として落ちているのがお分かりいただけるんじゃないかと思います。じゃあもう一度今止まったんで、この状態で再テストをしてみたいと思うんですけど、まあ、止まってる状態でも7とか8メガビットぐらいなので、場所によって結構ばらつきがあるのかもしれないですね。はい、ちょうど8メガビットに対して 8.24、7.83 というのがこちらのトヨタの車内 Wi-Fi の結果となって結果になりました。で、次にこちらのカーチャージ Wi-Fi つなげてやってみたいと思います。はい、非常に速い、まあ、23とかいったと思うんですけれども、非常にスピードが速いのがお分かりいただけるんじゃないかと思います。全くもう純正トヨタの車内 Wi-Fi との比較にならないぐらい速いじゃないかなと思いますね。 16.7、 17まで、18、はい、来ましたんで、非常に速いのがお分かりいただけるんじゃないかと思います。もう一回テストしてみたいと思います。15.2 の 21.3 ということなので、もう全くトヨタの車内 Wi-Fi 比べ物にならないぐらい速いのがお分かりいただけたんではないかと思います。もうそれだけでも非常にこれ使う価値っていうのがある、使い切りのカーチャージ Wi-Fi となっています。はい、それでは最後なんですが、皆様が一番使われていると思われるこちらの携帯の方ですね、テザリング、私の方はソフトバンクの回線になります。それでは行きます。はい、携帯のねテザリングも最近思うんですけれども、全く侮れないくらい速度が速い、まあ、お分かりいただけたかと思います。こちら今下りなんですけれども、はい、18.3 の 10.3 なので、
先ほどのカーチャージ Wi-Fi と比べると少し速度的には落ちるかもしれないんですけれども、以前トヨタの車内 Wi-Fi と比べると非常に速度としては速いのがお分かりいただけるんじゃないかと思います。もう一度テストしてみたいと思います。少しパフォーマンスが落ちてしまうということもありそうなのかなという気がします。はい、 2.97 の 4.34 なので、今度はトヨタの車内 Wi-Fi よりも少しパフォーマンスとしては落ちているということで最下位の状態になっているということなので、やはり少しこう速度のばらつきというのがやはりテザリングになってくると出てくるのかなと、まあ、最後にもう一度だけやってみたと思います。はい、また速くなりました。はい、2.59 の 5.29 なので少しこうばらつきがあるかなという感じではあるんですけれども、まあ、至ってやはり安定しているのは、まあ、カーチャージ Wi-Fi がものすごく安定していて、この移動中でも使えるという、移動中でも使える Wi-Fi であるということが、まあ、今回お分かりいただけたのではないかなと思います。はい、ということで、まあ、こちらカーチャージ Wi-Fi の方のレビューも行っておりますので、まあ、そちらの方もですね、検討されている方は非常に多いかと思いますので、一度ご覧になっていただければと思います。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。